はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もワンピースオデッセイやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、このゲームでの最強装備は何だと思いますか？攻撃力や防御力、そしてクリティカルや耐性を上げる装備ありますよね。でも、俺はね、この装備が最強だと思います。これ。消費 TP 軽減ジュエリーですね。効果が、消費 TP 軽減プラス 50% ですね。必殺技を半分の消費で打つことができる、そういうアクセサリーですね。半分かーと思われがちなんですけども、これ、2つ装備してください。2つ装備すると効果が素晴らしい。なんと、消費 TP 軽減が 100% になります。どういうことかというと、消費が0、必殺技が打ち放題になる。ということですね。これがとにかく強い。強いし、快適なんですよ。ものすごく快適。で、ここに、TP 軽減じゃなくって、攻撃力を上げるやつ入れた方がいいんじゃないと思われがちなんですけども、まあ実際ね、攻撃力が一番上がるやつ2つ代わりに入れたとしても、ダメージはね、2、3000しか変わらなかった。うん。もうそこまでね、変わらないなら、消費ゼロにした方が、俺はいいと思います。で、もちろん、合成で、攻撃力、プラス1400を全部入れてます。うん。まあ、こうやっていくと、攻撃力がね、2万3000超えるんですよ。これだけあればもう十分です。十分。で、この消費 TP 軽減は、3つありますね。このゲームに3つあるので、まあ、入手しやすいっていうのが、一つのポイントではないでしょうか。あとね、この形がいい。うん。横5つっていうのの形が素晴らしくいいですね。では、どれぐらいの強さになるのか、実際戦ってみましょう。今、ラストステージにいます。ラストステージで戦ってみますよ。まあ、戦ってみるとわかるんですけども、消費がゼロって素晴らしいのよ。ものすごく素晴らしい。快適。やっぱ TP をね、結構今回気にするでしょ。うん、回復手段もある程度限られてるし、消費がとにかく激しい。一番強い必殺技とか使うと、4回か5回でもう TP ゼロになるじゃないですか。うん。それがね、これ、見て。ゼロです。消費がゼロ。これで使えるっていうのが本当にね、いいですね。んで、攻撃力も合成でモリモリにしてるので、結構なダメージいきます。うん、自分が、不得意な敵、三すくみで不得意なやつは、ちょっと残るんだけども、それ以外は、ワンパンです。なので、残ったやつを、また全体攻撃ができる、ナミ、そしてゾロで、倒していくと、いい感じですよね。いきまーす。ドン。サンダーブリードテンポ。はい。まあ、こんな感じで、快適になります。できれば、全員に装備させたいとこなんだけども、一人にしかできないっていうのが、惜しいですね。はい。ということで、戻ってきました。でね、まだ俺入手してないんですけども、TP のね、自動回復プラス 100%? そういう装備があるらしいんだよね。でも、入手がものすごい難しいんですよね。ものすごい難しい。ヤーヤーキューブか、あれを全部集めないと入手できないみたいなので、まあ、それもいいんだけども、この TP 軽減が、もう集めやすくってお得なので、まずこれやってみてください。ものすごい強いです。はい、ということで今日はこのゲームの最強装備紹介してみました。俺は間違いなくこの TP 軽減ジュエリーだと思います。ぜひ装備してみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。